はーい、お疲れ様です。元光です。今回のお話なんですけど、全く笑われない大事件が起きたわけなんですけど、こちらの記事にある通り、脚本家を責める流れはいけない、日本テレビ側とトラブルかって、セクシー田中さん、原作者が死去で、漫画家の赤松議員がコメントということで、人気漫画家の作者さんが自殺してしまうというような悲惨な、そんな話が出てきてるわけなんですけど、ただ結論から言うと、日テレが追い込んだんじゃねえのかっていうことでね、ネットですごく話題になってるんで、しかもその後の日テレの報道っていうのも、それはやばすぎだろうっていうような話になってたり、脚本家の、SNS の使い方とかもね、いろいろ批判が上がってたりするんで、今回その件についてね、見ていこうかなと思います。元光のチャンネルでは、時事ニュース系のことをお話していきますので、よろしくお願いします。ということで、内容を見ていこうと思うんですけど、人気漫画、砂時計やセクシー田中さんなどの作者で知られる、漫画家の芦原日奈子さん、本名松本さんが、栃木県内で亡くなっていることが29日分かった。自殺とみられている。28日に関係者から警視庁に行方不明届が出されていたと。ものすごく残念な話だと思います。ご冥福をお祈りいたします。で、この話っていうのがただの自殺じゃねえんじゃねえのか、日テレさんが追い込んだんじゃねえのかっていうふうに言われてるわけなんですけど、まずはこうした作品ですね、セクシー田中さんっていう、漫画だったりをこういう感じでドラマになるぐらい人気があったわけなんですよね。ただこのドラマ化にするということで、トラブルがあったということがね、最近話題になってたみたいで、原作の漫画家が自らドラマ脚本を書いた理由、外された脚本家は苦い経験、日テレはセクシー田中さん巡るゴタゴタだっていうことで、これが大炎上してたんですよね。日テレとこの作者の芦原さんのところでいざこざがあったみたいなんですよね。元光が見る限り、ほぼ日テレが悪いだろうって思ってるんですけど、日本テレビで2023年10月から12月に放送したドラマ「セクシー田中さん」について、原作者で漫画家の芦原日奈子さんが自身のブログと X アカウントで苦言を呈したって、実際にはこういう感じでね、ブログで書かれてたりしたんですよね。こういう経緯があるんだみたいな。これだけだとちょっと内容が分かりづらいと思うんで、記事を追いながら見ていきますね。ドラマ化に当たって約束した内容が守られず、全10話のうち9話と10話の脚本を自ら書くことになった経緯を説明していると。ざっくりと大筋をお話しすると、この芦原さんがセクシー田中さんをね、書いてる作者になるわけなんですけど、日テレがドラマ化したいというような話だったわけなんですよね。でね、その時に作者の芦原さんは条件をつけてたんですけど、その約束を守ってくれなかったっていうことでね、日テレ側が、それでいざこざがあったわけなんですよ。ブログによると、ドラマ化の話に芦原さんが同意したのは23年の6月上旬、必ず漫画に忠実にする、そうでない場合には芦原さん自身が過失修正する約束を取り付けた、またドラマの終盤は芦原さん自身があらすじやセリフを用意し、脚本と落とし込む際に原則変更しないことを希望したと。とにかく原作に忠実にドラマ化してくれというような話と、自身が過失修正をする約束を取り付けたというような内容だったわけなんですよね。というのも、原作漫画は連載中、で完結していないから、ドラマで描かれるオリジナルの終盤が漫画の結末に影響を及ぼす可能性を考慮したということで、こういう過失修正だとか、ちゃんと原作にね、のっとったやり方をやってくれということで条件をつけたんですよ。ただこうした条件は制作スタッフに対して大変失礼と承知していたため、この条件でいいか事前に小学館を通じて何度も確認したという、その思いがさっきのね、こちらの芦原さんのブログに、いろいろ思いを書かれてたわけなんですよ。あとね、経緯だとか、どういうふうに今回ドラマ化していったのかっていうのを書かれてたわけなんですけど、あくまでやっぱり脚本家だとか制作スタッフの人に対してね、そんな原作に完璧に忠実にしてくれっていうのは失礼だというのを承知していたから、本当にこの条件でいいのって、でも私はこの条件じゃないとドラマ化してほしくないというようなことを日テレに対して小学館を通じて話していったわけなんですよ。それでも日テレはやらせてくださいと、忠実にしますからということでドラマ化されてたわけなんですよね。で、王道の展開、枠にはまったキャラクターということで、ところが始まってみると芦原さんの意図に反し、毎回大きく改変したプロットや脚本が提出された。芦原さんは変えてほしくない理由を説明し、過失修正した。これにより1話から7話はほぼ原原作通りとなったものの、この時点で相当疲弊していましたというと。で、芦原さんが指摘する改変は主に以下のような点だと。漫画であえてセオリーを外して描いた展開をよくある王道の展開に変えられてしまう。個性の強い各キャラクター、特にあかり、小西、慎吾は原作から大きくかけ離れた別人のようなキャラクターに変更される。性被害未遂、アフターピル、男性の生きづらさ、小西と慎吾の長い対話など、漫画「セクシー田中さん」の核として描いたシーンが大幅にカットや削除され、まともに描かれない。理由を聞いても納得できる返事がないと。他にも細かい不満は多々あり、芦原さんは作品の個性を消されてしまうなら私はドラマ化を今からでもやめたいぐらいだと何度も訴えたという。オリジナル展開となるドラマ終盤、8話から10話の脚本も芦原さんが用意したあらすじやセリフを大幅に改変されていた。小学館を通じて抗議しても改善されず、芦原さんは脚本家の交代を要求。芦原さんが書いた脚本を制作側が整える形となったと。この内容をですね、芦原さんが自分のブログで、公開してたわけなんですよ。こういう経緯があって、私がねいろいろ手直しをすることになりましたと。そして最後はこちらにある通り、脚本がね途中から芦原さんに変わってるわけなんですよね。9、10は脚本芦原ですっていうことで、原作者が、脚本を書いたというような形になったわけなんですよ。ただ最初の時点でもう忠実にやってくれって言ってた話をですね全然守らなかったわけなんですよね。日テレサイドが。で、外された脚本家は苦い経験だと。ただしドラマの最終回は視聴者の間で賛否両論だったようだ。 X 上ではとても良かった、個人的には賛成派といった意見がある一方、違和感があった、話が飛んだ印象という感想も散見される。芦原さんは最終話について私の力不足が露呈する形となり反省しきりと視聴者やファンに謝罪。漫画の締め切りも重なり限られた時間で脚本を執筆することになったという。もちろんね、あくまでこれ漫画の原作者だから脚本家ではないわけですよね。そういう意味では言い方悪く言うと素人状態。これは本人も私の力不足が露呈する形になり反省しているということを言われてたわけなんですよ。それはしょうがないよね。だって自分が出した条件を全然守ってくれないから、自分はこうしていきたいっていうのをね自分で表現せざるを得なくなってたわけだからさ。で、一方仕事を外される形になった脚本家の相沢さんはドラマ最終回の放送前に自身のインスタグラムアカウントで最後は脚本も書きたいという原作者たっての要望があり、過去に経験したことのない事態で困惑しましたが、残念ながら急遽協力という形で携わることとなりましたと報告していたと。だから途中まで脚本家として、この人がやってたわけなんですけど、最後はね原作者が、私がやりたいみたいな形になったからこうしたんだよみたいなのをインスタで言ってたわけなんですよね。ただここでポイントなのは時系列的に逆なんですよ。こういう風にインスタグラムで発信した後に、こういう芦原さんが、実はこうでしたってブログで、公開したのが、ことの流れになるわけなんで、こっちの経緯っていうのは後から出てきた流れなんですよね。だから先にこの脚本家の人がなんか困惑しましたみたいなのをインスタで上げてたということです。ただここら辺に関してはねもうちょっと深掘りするんで後で見ていこうと思うんですけど、また最終回の放送後には最終回についてコメントや DM をたくさんいただきましたと明かし、自分が執筆した脚本ではないと改めて説明。さらに今回の出来事はドラマ制作の在り方、脚本家の存在意義について深く考えさせられるものでした。この苦い経験を次へ生かし、これからも頑張っていかねばと自分に言い聞かせていますと、ごたごたがあったことも示唆していたということなんですよね、この脚本家の人は。で、原作者芦原さんのブログ記事はこうした視聴者や関係者の反応を受け、自分の立場から背景を説明する意図があったとみられる。しかし現場とのパイプ役になるはずだったプロデューサー陣やドラマ制作現場の在り方に苦言を呈する結果となった。 X 上では芦原さんの投稿に対してテレビ関係者や漫画家も多く反応している。テレビドラマ制作に携わり短編映画回復タイムを自主制作した山口監督は、こういうことが起こってしまうテレビ業界で自分も働いているのが本当に嫌です。向き合うことから逃げて本来尊重すべきものをないがしろにしている現場が山ほどありますとしているとか、実写ドラマや映画も大ヒットした「のだめカンタービレ」の二宮さんは、原作者があらかじめ条件を出すのは自分の作品と心を守るためなので、それが守られないなら自分とその後に続く作家を守るためにも声を上げるしかないよねとポスト。ただし改変が悪いわけではなく、あらかじめ出した条件が守られているかどうかが問題と指摘していると。まあその通りですよね。まあ脚本家には脚本家の仕事があって、またちょっとそこは違うと思うんですよ。まあ見ている人がより楽しめるように着色をしたりするとも、それは一つ仕事でいいと思うんですよね。ただ今回の話っていうのは原作者が条件を出してた話なんですよ。ここから条件出して、日テレはそれを OK って言って、だから作品になりますっていうような、そういう話の元になってる中で、日テレ側が条件からはみ出したようなことをするのはそれは違うよねっていう話なわけですよね。で、この芦原さんももちろんそんなのは失礼なことだというのを理解した上で、いやこんな条件出さざるを得ないですよ、それでもいいんですかみたいな形で日テレは OK したんですよ。まあそうした内容がこちらのねブログの内容で書かれていて、むちゃくちゃね、すごい気持ちが入ってるんだなっていうのは伝わってくるわけなんですけど、ただこれもね、話題になりすぎて、このブログとかも削除されてるわけなんですよ、今現在はね。でね、本人はその後ツイッターでこういうふうに言ってて、攻撃したかったわけじゃなくてごめんなさいということで、まあ、こうした芦原さんの投稿があって、その日テレサイドとかにね、批判が殺到するわけですね。まあそれはそうだよね、普通はそうなんですけど、ただ芦原さん攻撃したかったわけじゃなくてって、まあどっちかというと自分の作品を守りたい側だよね。攻撃したい、日テレが悪いんだ、こいつはふざけんなって言いたいんじゃなくて、自分の作品を守りたかったんだ、ファンに対して説明したかっただけなんだと思うんですけど、まあ結果こういう風になってブログとかを削除したわけですね。でね、その後残念な最悪の展開を迎えるわけですよね。芦原さんが自殺してしまったという話なんですよ。まあ、この流れを見る限りどう考えても日テレに責任があるんじゃないのかなと思います、本水はね。で、ネット上でもこういうふうにね、日テレは発表してるわけなんですよね。芦原さんの訃報に接し、哀悼の意を表するとともに、謹んでお悔やみ申し上げます。2023年10月期の日曜ドラマ、セクシー田中さんにつきまして、日本テレビは映像化の提案に際し、原作代理人である、小学校を通じて原作者である芦原さんのご意見をいただきながら、脚本制作作業の話し合いを重ね、最終的に許諾をいただけた脚本決定原稿として、放送しております。本作品の制作にご尽力いただいた芦原さんには、感謝しておりますとっていうような、めちゃめちゃ白々しいね発表するわけなんですよね。でさらに自分たちもニュースで取り上げてるわけなんですけど、こういうことを突っ込まれてるわけなんですよ。とりあえず日テレも報道したかって、自殺と見られますみたいなね報道して、じゃないんだよって、なんで人事なのか、しかも取ってつけたように悩みを抱えている人は電話してとかよく言えるな、どこまでも遺族の感情を魚でするテレビ局だっていうことで、お前らが原因じゃねえのかよっていうような声がね殺到してるわけなんですよね。まあ、この流れ見る限りそれはみんなそう思うよね。日テレさんがちゃんと条件飲んで、ドラマ制作とかもしとけばよかった、もしくは、まあ、その条件だったら飲めないよって断っとけばよかった話なんですよね。原作者の言い分だとか尊厳とかを適当に扱った結果こうなったんじゃないのかなと思いますね。まあ、ちなみに詳しく日テレはなんて話をしてるのかっていうと、まあ、こういうふうに記事にもなっててですね、まあ、日テレの記事でこれ、捜査関係者によりますと、28日午後、漫画家の芦原日奈子さん、本名松本さんの関係者から行方不明届が、出され、警視庁が行方を探していましたが、29日、栃木県内で芦原さんが死亡しているのが見つかったということです。遺書のようなものも見つかっていて、現場の状況などから自殺とみられています。芦原さんの作品はたびたびテレビドラマ化され、現在漫画雑誌の連載中のセクシー田中さんは去年10月から日本テレビ系列でドラマ化されていましたと。で、先週26日には芦原さん自身の SNS でドラマの9話10話の脚本を自ら担当した経緯を明かしていましたが、28日になって経緯のコメントを削除し、攻撃したかったわけじゃなくてごめんなさいというコメントだけを残していましたということで、めっちゃなんか第三者目線みたいな感じで報道してるわけなんですけど、いやいやお前ら当事者だろみたいな、そんな内容なんですよね。でね、最終的には悩みを抱えていたら自分だけで解決しようとするんじゃなくて、専門の相談員に話を聞いてもらうなどしてほしいと呼びかけていますって、こっちに電話してねみたいな、はあみたいなね、そんな内容なわけなんですよ。いや、今回の話っていうのは日テレさんはちゃんと細かく説明責任っていうものがあると思いますけどね、これひどすぎるぞってでいろんな人も言われてるんですけど、このニュースへの日テレのコメントが、悩みがある人は相談をっていうのはあまりにもひどすぎるよなって、いやお前らのせいだろって、もう皮肉みたいになってるんですよね。ありえないよこんなのほんと。で、他には、いやこれ芦原氏から原作変えるなと念押しされていたにもかかわらず、日テレが脚本変えて放送した結果、こんな最悪の結末になってしまったんでしょうって。なぜ作品を一番愛しているであろう作者がこんな結末をたどらなくてはいけないのか。だって悪い点ないですもん、この作者側のね。で日テレはご冥福をお祈りしますじゃ済まされないぞっていうふうに言われてるわけなんですよね。本当にその通りであって、しっかりと説明しないといけないと思います。もちろん説明すりゃいいって話でもないとは思いますけど、で他の記事ではこういうふうに書かれててですね、芦原さんの訃報を受けて漫画「ラブヒラ」などの作者で参議院議員でもある赤松氏が X で脚本家を責める流れになってはならないと訴えたということで、今回の話脚本家を責めないでみたいなことを言ってるみたいで、赤松氏はあってはならないことが起こってしまった漫画や小説のメディアミックス企画では昔から頻繁に原作者の望まない独自展開やキャラ変更などが問題になってきたと指摘。しかし近年は原作者へのまめな報告や根回しが行われるようになりトラブルが減っていたとの見解を示した上で、しかしそれでもまだまだ原作者への事前説明の徹底と二次使用に関する契約書の詰めが甘いということだ。この2点は主に出版社と制作側の問題だが、原作者側でも事前の説明で納得がいかなかったり後から約束と違うようなことがあった場合の相談場所やその知識が必要になってくると考えるとしていると。そして一方で脚本家側がオリジナリティを発揮できないという点も問題と指摘し、原作者と脚本家双方が折り合いをつけられる業界団体で検討する組織体を作るべきだと提案したということで、それはそうだよね。脚本家だって、これはこれで仕事なんで、それをどうね表現するかっていうのはこの仕事なわけですよ。だから、オリジナリティを発揮するっていうことも重要だと。だからこそ、最後に、そして今回に関しては、脚本家を責める流れになってはならないと主張したと。脚本家が悪いわけじゃねえぞというようなことを言われてるわけなんですよね。もちろん、日テレが契約通りにその話を進めていけれなかったっていうのが問題で、責任はあると思うんですけど、ただ今回、脚本家の人がね、批判を受けたりしてる部分もあったりするんですよ。あくまで脚本家の人たちは脚本を書くっていうような仕事をやってるわけであって、その条件がどうのこうのがどう伝わってるかは分かんないわけですよね。ただ、責められる理由もあるんじゃねえのっていうのがネットで言われてるんですけど、今回で言うと、脚本家はね、相沢さんって人になるわけなんですけど、この相沢さんが SNS、インスタでいろいろ投稿してた内容が問題なんじゃねえのかって言われてるわけなんですよね。何個かスクショで上げてくれてる人がいるんですけど、大きくこれですね、この相沢智子さんっていう人がね、脚本家の人がセクシー田中さん今夜最終話放送で最後は脚本も書きたいという原作者たっての要望があり過去に経験したことない事態で困惑しましたが残念ながら急遽協力という形で携わることとなりました。さっきの記事にも書いてあった通りなんか原作者から変なこと言われたぞみたいなことを書いてるんですよね。困惑しちゃったよってよ。で他にも、セクシー田中さん最終回についてコメントや DM をたくさんいただきましたと、この放送が終わったとね、なんじゃあれみたいな批判殺到もしてたみたいなんですよ。だって芦原さんが、普段その脚本家を務めるわけでもない人が、書いてるわけだからちょっと構成的にみたいなのがあったみたいなんですよね。そういうのを DM いっぱいいただきました。まず繰り返しになりますが私が脚本を書いたのは1話から8話で最終的に9話10話を書いたのは原作者です。誤解なきようお願いしますって。あそこは私は触れてねえよ、あそこに批判されても私は困るわ、あれは私の作品じゃねえんだよみたいなね言い方して一人一人にお返事できず恐縮ですが今回の出来事はドラマ制作の在り方脚本家の存在意義について深く考えさせられるものでした。この苦い経験を次へ生かしこれからも頑張っていかねばと自分に言い聞かせていますと。これだけ見ると最後の2話はなんかややこしい、その原作者が自分の好きなように書いた内容なんだよって、脚本家の存在意義ってなんだよみたいなねそんな感じにも捉えられるそんな、投稿してたわけなんですけど、このように SNS でなんだあいつみたいな感じで投稿してたわけなんですよね。で、相沢智子がインスタ鍵かける前にスクショしたけど、セクシー田中さん関連の投稿のハッシュタグに最初から芦原日菜子先生の名前一度も入れてないところからして、原作者を全く尊重していない。何を勘違いしてるのか知らんけど、ただの脚本家なのに自分の作品気取ってっていうのがそもそもおかしいこの人とかって言われてるわけなんですよね。もちろん脚本家は脚本家で素晴らしい仕事だとは思いますけど、原作を好きな人からしたらちゃんと尊重してくれっていうふうにも思うわけですよね。とか他にはねこちらね、いろいろまとめられてるわけなんですけど、さっきの相沢さんのインスタの投稿に対してですね、こうするかのようにいろんな脚本家の人がコメントしてたわけなんですよ。例えばこちらね、泉さつきさんっていうこちらの方も脚本家になるわけなんですけど、さっきの相沢さんの、インスタの投稿にコメントという形で、はじめまして、毎週楽しみにしていました。最終回に向かって急に世界観もテンポも変わったので不思議でした。そして、ここでふんわり終わりと、でも訳が分かりました。そして私も物書きの一人として尊厳を傷つけられた気持ちをお察ししますと、要するに脚本家として邪魔入れられたっていうのを尊厳傷つけられたねみたいな、そんな風な言い方をしてるわけなんですよね。要するになんだその作者みたいなニュアンスに取れちゃうわけなんですよ。こういうことを言ってる脚本家もいたりだとか、他にはこちらもね、篠崎恵理子さんっていうね、こちらも脚本家の人ですけど、個人的にはありえないと思っていますよ、そんなことって。どんな経緯があろうとです。私もいろいろ考えさせられました。ともあれ今年も素敵な作品をたくさんお疲れ様でした。なんで途中で原作者が脚本を書くことになるんだみたいなね、そんな言い分のねコメントが上がってるわけなんですよ。これを第三者目線で見てると、元光的にはSNS 上で原作者に対して愚痴ってるような、ように見えるんですよね。なんか私の仕事邪魔されたんですけどみたいな、そんな風に元光には映りました。そしていろんな有名な脚本家がこうやって集まってきて、そうだそうだみたいな言ってたら、それは原作者である芦原さんからしたらめちゃめちゃ心苦しくなりますよね。こんないろんな脚本家の人からそんなこと言ってくる原作者いるのみたいな感じのこと言われてたらね。でね、そして今回の事件が起きた後どうなったかっていうと、さっきの芦原さんはもう完全に非公開にして逃亡状態っていうのと、もう一人この相沢さんにこうしてた人がいるんですね。関根達也さんって人がいるんですけど、この人も脚本家なんですよね。相沢さんの一ファンとして悔しいですって、1話8話で変化し成長していた登場人物たちが9話10話でほぼ初期状態に戻ってしまったと感じでした。お見合い相手に断るシーンがなく、相沢さんならちゃんと書くだろうなと思いながら見ました。あかりの踊りも少しずつ良くなってなかったっけとか、2年経ったのをスーパーは記号的な使ってるだけで、その時間経過も描けてなかったですねって、重ねてきた登場人物たちの厚みが最後に薄くなってしまったのが残念でした。私もこのことを胸に刻んでおきますということで、すごいひどい展開になってたよみたいなね、そんな酷評してたんですよね。こんなのさ、原作者の芦原さんからしたらさ、いやいや私はこういう条件でやってるのになかなかね、それを条件守ってくれなかった、でもしょうがないから最後自分で書いたんだよというような思いなのに、なんかものすごく最後自分が書いたことをね悪く言われて、しかも有名な脚本家たちにですよ。それはもう心苦しくなるに決まってますよね、芦原さんからしたら。こうした酷評していた関根達也さんはですね、現在もうアカウントも全部削除して逃亡状態なんですよね、この事件が起きてから。でね、もう一人のさっきのこの泉さつきさんって人で、この人もやっぱ物書きとして尊厳を傷つけられた気持ちだっていう風なことをね言ってた人に関しては、いろいろ言い訳をしてるわけなんですよね。なんであんなコメントしたのかっていうことに関して、いろいろ説明してるんですけど、まずは一ファンに過ぎませんよっていうのと、芦原先生や相沢先生との面識もなかったんだと。で、なんでコメントしたかっていう話に関しては、ドラマが終盤になって流れが変わったように感じていたこともあり、素直にその投稿を感想を書きましたと。で、その際に尊厳と明記したことは、多々ある制作事情の上で、両先生のご事情を指して明記したものでした。書き手作り手というのは皆様孤独なもので、それを指しての発言で、それ以上でもそれ以下でもありませんということで、両者のことを、尊厳が傷つけられてるみたいなね、そんな言い分だったみたいなんですけど、いやそうには取れないよね。どう考えても脚本家側の尊厳が傷つけられてるっていう風に認識しちゃうよね、これだと。実はあれは原作者側のことも考えてたんだよみたいな言い訳をしてるんですけど、ちょっとそれは無理があるだろうみたいなことを言ってたりします。というふうにですね、今回のその制作にあたっての脚本家の人たちを責める必要はないと思うんですけど、ただその外部でこういうふうにね、愚痴ったりとか、脚本家が集まってああだこうだ、原作者のことをいいようには言わないような、そんな状態が続いていたっていうのは、問題あるんじゃないのかなと元光は思いますね。批判される対象っていうのはしょうがないと思います。ということでネットの意見も見ていこうと思うんですけど、芦原先生の書いたコメントは流しても、発端となった相沢氏のインスタは流さない。これじゃあ芦原先生がドラマ制作側に一方的に文句垂れて勝手に自視されたようにも取れるぞっていうことなんですよね。確かにそうなんですよ。いろいろ経緯があって芦原さんもいろいろろいろね、事実を告白したっていうのにね、で、朝から胸くそだっていうようなね、そんな意見だとか、他には、おい、忘れてないかって、この話はそもそも日テレが無用な改編しなきゃ、途中で原作者が脚本を取る事態にならなかったし、脚本家がお気持ち表明しなきゃ、原作者が反論する必要はなかったわけだ。つまり、日テレと脚本家が余計なことをしなけりゃ、今回の件は何も起きなかったんだよって、いや、まさにまあ、ここですよね。日テレ側に一番の責任はあると思いますけどね。とか、他には、なんか誰も責めてはいけないみたいな論調があるけど、それは個人の話だって、日本テレビには明確に企業としての説明責任がある、上場企業としてきちんとガバナンスを機能させていただきたいって、いや、本当その通りかなと思います。完全に日テレの不備じゃねって思いますけどね。とか、他には、山里亮太氏が日テレのコメントを見ると、当社は悪くないと、言い訳しているようにも読めるが、この件については徹底的に調査してほしいって、まあ、テレビで言ってたみたいで、山ちゃんよく言ったって、しかし番組はクビにならないか心配だっていうふうにね、言われてるんですよね。とか、他には、そもそも原作者の意向を無視してドラマ作るかねって、そもそも原作の真のテーマも分からず脚本家がいるのかねって、怖くて悲しいニュース、テレビマンは胸に刻め、現状のテレビマンのスタンスはどうなっているのかっていうのもね、言われてたりしますね。まあ、なんせ今回の話、これだけ日テレは当事者なわけなのに、なんかお悩みがある人は相談してねみたいな、そんなニュースで上げたりして終わらせてるのはかなりひどいんじゃないのかなと思います。ということで、今回のお話は以上です。皆さんの意見もね、ぜひお聞かせいただけたらなと思います。元水のチャンネルでは時事ニュース系のことを話していきますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。